皆さんこんにちは、瀬名熊です。今回はゼルダの伝説ブレスオブザワイルドの続きを遊んでいきたいと思います。なんでね今ここにいるかと言いますと、ちょっとねダルケル様が持っていたと言われるこの巨岩砕きだっけなを家のねその武器スタンドに飾れてなかったので飾りに来ました。いやかっこいい。まあなんか本当はねこれも持って戦いに行くんでしょうけども、家で大事に保管したいなという気持ちがあり保管しに来ました。いやいいね。え、もしかしてこれ3つまでしか作れないとかだったらどうしようっていうちょっと恐怖ありますが、まあ、一旦ねそれは置いといてちょっと冒険を進めていきたいと思います。で、とりあえず今お家にいるんですけど体力を回復したいのでベッドでちょっと寝たいと思います。とりあえず、まあ、昼まで寝る。PM だったからめっちゃ寝るじゃん夜の10時からお昼の12時まで寝ちゃう。あら寝すぎ。まあいいか、いいよね、いっぱい寝た方が。よし回復できました。なんのこれ、なんのねえ不思議。よしじゃあとりあえず行きますかね。ということで前回最後にねたどり着いた塔にたいと思います。そう湖の塔ですよ。じゃあとりあえず塔へゴー。いやー楽しみだなー、こっからよしやってまいりました。どうしようね、どこらへん、もう行きたいとこちょっとありすぎちゃってね困るんですけど、私ね一個気になることがありまして、違う、写し絵ね、展望の丘の奥にあるみたいな。だからちょっとこの辺気になるなって。これ何？もうここの祠行ったの？ここの祠も行ったの？あ、そうなんだ。あー始まりの、なるほど、そういうことか。なるほどね。はい。まあ、ちょっと写し絵気になるよねっていうところがあるので、上に行きたいが、下もやっぱり気になるね。一回下に行こうか。とりあえずちょっとこの辺に、赤ピンを刺して。よし。とりあえず、こっち方面に一旦、ちょっと冒険に行きたいかなと思います。いやー。これどうしますかね、本当に。なにこれ、絶対コログじゃん。とりあえずコログのとこ行こう。コログが助けを待っている。多分石を置くんだよね、どっかにあるはずだよね。石あんまり石って呼ぶ人いないよね。いやでもちょっと、どこ、石どこにあるんだい、石は。本当になくない？本当になくない？これ石探して一日終わるとかないよね。いやでもこんな離れないよね、多分ね。ちょっと離れすぎだよね。少し戻りましょう。どこ？わあ、頑張りゲージもめちゃくちゃ増えたから。って言いつつちょっとごめん、これギリギリ攻め、ちょっとギリ立ってくれ。助かりました。増えたよねーって言いつつ、足りないところを見せるところだった。危ない。待って、モッツって出た。こんなとこに隠れてたの。うわ、これはさー。わー、罠だね。やったー。うわ、わかんなかった。危ない。難しかったよ、ここのコログ。ありがとう。あんな風に。隠れて置いてある時もあるんですね。勉強、子供に勉強って言いたくないですよね。天神。すいません、本当にすいません。ちょっと今ふと思い出して言いたくなっちゃって。こっち気になるよね。そうだね、今赤い方向に向かって一応行っているということで、なんか海っぽい。なんかあるよ、そこ。待って、ここ来たことあるかも。マ
って来たことあるかもしれない。ここあそこ行ったことあるか。あー気は、まあ、一応行ってみるか。いや行ったことないかな。うわ分かんないな。いや行ったことないと信じよう。うん、なんか似てるんだよね。魚鳥村らへんをブラブラ冒険してた時にたどり着いた場所とかに似てって、すごく。わ、やったー、嬉しい。あ、何？ん？すべすべ。あ、え？え？宝珠？ちょっと、何してんの？え？あ、すべすべって。え、そうなんだ、すべすべなんだ。マルリアンちゃんは今日も美肌ね。え、誰か見てるですって。マルリアンちゃんってば恥ずかしがり屋さん、見せつけてあげればいいわ、あなたの美しく輝く姿を。え、その誰かが物欲しそうに見ているですって。心配しないでマルリアンちゃん、私があなたを手放すわけがないじゃない。古の時代を生きてきたあなたに私はぞっこんなんだから。ごめんなさいマルリアンちゃん、私嘘をついたわ。何？ガーディアンを見てみたいの。飛んでいるのと小さいのと歩いているの、ガーディアンを全部見てみたいの。ここにある朽ちたものじゃなく新品の生き生きしたガーディアン。え、変わってる。見てしまったら私あなたから離れてしまうかもしれない。でも大丈夫よ、ガーディアンに近づくのは危険なこと。飛んでいるのと小さいのと歩いている、ガーディアンを見るなんて夢のまた夢。え、まさかガーディアンを見たい。マジか。え、連れてくるってこと？いいの？マジ？あー、で、ここにね、宝珠。あ、でも、初めて来たかも、ここは。だってさ、なんか音楽も不思議だよ、ちょっと。ガーディアン、連れてくるの？どうやって達成するんだろう。ガーディアンに出会って引っ張って連れてくるしかないんだろうけどさ、そんなことできるのかも。あ、何あれ、妖精？なんか飛んでる。静かに近づいてみようか。何？こっち戻ってくるかな。あ、来そう。何この子。あ、クローグ？かわいい。やっほー、やっほー。何かと思った。Thank you。クローグ、あんなクローグ初めて見たね。そういうパターンもあるんだ。あ、でもなんか本当に。スタルキューの守り、いつでも使えるぜ。びっくりしちゃったよ。タルキュー、ありがとう。いっぱい昔のガーディアンの跡があるね。やばい、ちょっとまた寄り道コースだなこれ。あー、いっぱいあるわ。ダイヤモンド、やば、いいの。ここは結構壊すの大変だから。あ、そうですよね、そんなことできるわけないよね。何があるんだここは。でもなんか海岸沿いですごい流れ着いてきた感があります。あ、びっくりした。あー、エレキースだ。 Thank you。 あ、やば、そっか電気だからあれなんだ、ビリビリってなっちゃうか。あ、違うわ、武器どれでもビリビリってなっちゃうんだ。なんかね、うわお、生きてるガーディアン連れてきたい気持ちはあるけどね。あ、やばい、ミファありがとう。私が守る。ありがとう。もう一人は？ありがとうね。ミファありがとう。いや、貴重だからね。
よし。おお、なんかもう資材集め会になってる。あれ、あのガーディアンちょっと怪しくない？これさ、これ多分生きてるよ。ほら、こっちへおいでよ。ほらほら、待って、よし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 、ちょっと連れて行きた。あー痛い、やばいやばいやばい、今ミホいないからね。あっ、この距離連れてくの結構大変じゃない？よし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 、やば、ちょっと別の脅威が。あー遅かった、逃げるの、やばい、ちょっと待って、これ大丈夫か？ミーバー、ありがとう。ちょっと待って、これまずい。ああちょっと待って、まずいまずいまずい、これ本当にいける？あーすいません、すいませんとか言っちゃった。よし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 、ちょっとこっちですよ、こっちこっち。でもどこに行ったらいいんだ？あ、こっちか。あ、でもなんかいい感じに連れてこれてるかも。あ、でも引っかかってるのかな。で、こっちだよ、おいで、こっちこっちこっち、ちょっと待たないといけないのかな。それかもう来ないのかな、これ以上こっちには。いや来るよね。え、来ないの？来ないっぽいね。止まっちゃったよ、動きが。え、それかあの人を逆に呼んでくるのかな。いや無理だよね、呼んでくるとか。どうやって、動かないもんねあの人は。あ、写真で見せればいいのか、写真撮ればいいのかな。生で見たいって言ってるかと思ってたけどさ、そういうこと？そういうことかな？そうかもしれない。あ、そうかもしれない。ああ、そっか。この距離だと避けれないのか。よしよしよし。嘘。そうなんだ。ちょっと待って。マジか。とりあえず生きてるガーディアンの写真を入っているってしたら帰る。ちょっととりあえず写真を、もうすんごい追われてるよね今多分。ちょっと待って、間違えた、あの、まだ見せる、あっちー、あの、ちょっと待って、違う、待って、よっしゃ、危なすぎた。あー、うん、ごめんか、距離がちょっと悪かったみたい。ねえちょっと、もったいないことをした気がする、すごく。まあでもとりあえずちょ写真を今こっからでも多分生きてる判定になってたから、よし保存して、これで店に行ったらいいんじゃない。とりあえずちょっとあの人のとこに行って写真を見せたいと思います。おーい、マルリアンちゃん、安心して、あなたを手放したりしないわ。これで、あ、あれ、飛んでいるのと小さいのと歩いているガーディアンを見ない限り、これ全員の写真撮ってこないと無理なのかな。オッケー、じゃあ次ガーディアン見たら写真撮ってくるわ。ってことでいいんだよね。あ、ごめんなさい。まあちょっとまた写真撮ってくるね、リュネさん。とりあえず、なんかね、反対側にも気になる場所があったんですよ。
ほら、あの辺気になんない？行ったことがあるかないかちょっとわかんないんだけど。いや、でも行ったことあるのかな？どうなんだろうね。一冊、アイスメーカー進み。泳ぎたくない人の末路です。あ、行ったことはないみたいだね。敵がいる、いや、敵はいるか。宝箱が開いてるかどうかで分かるかな。よし。あ、やばいやばい、ちょっと、あ、ちょっと、あ、水の中はちょっとあの、不利です。すいませんが、ちょ、待って、よっしゃー。これでも上に水攻撃ちょっとずるいね。えい、危ない。うわお、これ何が入ってるかな。矢がいいなー。わ、電気の矢。あ、やっぱり、はぁ、最果て思い出すわー、マジ。あね、ちょっとあのね、そういうこともありますよね。頑張っていこう。いけ、あー、降りちゃった。水に結構降りるときついね。きついよね。この辺はいただきますわ。いやー、よかったよかった、なんとかね。 OKOK、 よし、もらえるもんだけ全部もらっちゃう。ここ来たことはなかったんでね。じゃあこの辺もまだ見てないってことか。とりあえず陸に向かおう。あ、宝箱ある。おお、なんだ、また電気の矢かな。あ、お行儀悪。あ、銀のピ、ありがとうございます。それは嬉しいね。電球です。あ、やばい。え、お魚それで、え、すごい量じゃん、量。あ、上がってこなかった。面白いな、漁師になれる。あ、無理、狙ってやるのは難しいんだね。本当に偶然だったんだ。偶然だったみたいです。調子に乗るなということです。はい、やめときます。偶然だっただけです。やった。あ、壊れちゃったー。石集めのやつ。まあ、しょうがないね。あ、またコログじゃない、あの、キラキラ。やったー、やっはー。ナイスハモリ、ありがとう。頑張れ、崖登リンク。崖登り登山部のリンク部長。崖登り登山部部長リンク。あ、どっちでもいいか別に。うわ、上まで行けるかな。いや、行けるよね、大丈夫。ここら辺で一回多分立ち上がりんようできるから。よし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 、ナーイス、オーケー。いや、でも大体この湖っていうか河原辺、海か、見たかったから。水のなんかある土地全部言っちゃった。そんな感じでいいかな。ここも湖なんだね、ちっちゃいけど。あ、湖だ。あ、違う、湿地だ。テホタ湿地。へえ、すごーい。湿地にしかいない、なんかね、いそうだよね、虫とか魚とかも。あんまりでも集めてないからあれだけど、虫や魚を。一番この靴が濡れたのを諦める時の水の深さだよね。水たまりにジャボンって言っちゃって、ああもういいやってよく小学生の時になってました。あんまりやっぱ濡れるの嫌なんで気をつけて歩くんですけど、どうしてもね、やっぱ大雨とかだと水たまり踏んじゃうじゃん、ズボって言って、あ、もういいや、楽しもうってなる深さだよね。え、待って、ここで会う、ここね、
マジで言ってる、ま、ね、あーあ、ちょっと、ですよね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 。これさ、背中に直接さ、着陸できたらとか、なんか。あ、乗れた乗れた、もう一気に。いけいけよし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 。さあ。どうするどうする、あ、やばい、失敗したみたい、私。え、ガイリアナイフ壊れちゃった。え、なんかそんな技見たことない、初めて見た。え、もう火炎系2個あるから、火炎の剣使っちゃうか。いけ、ランシュ。あ、でもあんま効いてない、火炎、あ、この人も火炎だからかも、もしかしたら。じゃあ獣王の剣使っちゃうよ、もう。いや、いや、ガーディアンアクス、いや、ガーディアンアクスにしとこ。うわ、マジか、やばい、タイミング悪かったっぽい。マジか、もう、うわ、ぶつかっただけでその耐久か、その、いやー、え、待って、なんか、え、武器でっかくない、なんか今まで出会ったどの方より、あの方より武器が大きいんですけど、これって気のせいですかね。で、さっきと同じように背中着地を決めたいんだけど、あ、無理だ無理だ無理、もう無理だもう無理だ、あ、もう壊れちゃった、あー、はい、広っ、マジか、マジ？ラッシュとかちょっと決めたいって思ったけど、やばいやばい、ダルキュルに守られたばっかで全然、ちょっと一回、うわ、怖っ、これは横に避けたらいけるんだろうね。なんかね、前回獣王と戦った時に覚えた、あの、わわわ、四つん這いで近づいてくるラッシュ、あれは比較的成功してるんだよね。だから多分それ以外の技がちょっと初めましてすぎて、うわっ、ちょっと一回逃げよう、うわ、よし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 、よし、いけいけ、うわ、ちょっとライフやばい、いや、でもいい感じに攻めれてますよ、ちょっとご飯食べよう、ナイスナイス、いいぞいいぞ、あ、おーおー、やばい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 、ちょっと待って、マジか、うん、怖い、いけ、え、なんで、え、なんで、え、マジでわかんない、え、なんでなんだろう、ラッシュ今ね押してたのに、なんでかね決められないんだよね、これが結構何回か起きてる、さっきから、これ何なんだろう、なんか理由があるのかな、何なんだろう、これは今は私がタイミング悪くてシンプルにダルキュル様に守っていただいたっていうやつだよ、わ、マジか、当たるか、やば、ちょっと待って、強くない、いや、マジで怖い、いや、もう時止まった惜しい、これで後ろからエイヤーができる、ナイスよし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 、あ、ちょ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 、これマジ怖いんだよね、これ、う
わー、でもそうか、一回離れよ。よし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 、あ、当たんない。あー、すいません、タルキル様ありがとうございます。よし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 、いや、もうそのいやーみたいなやついらないからさ、やば、もう、あ、怖い。あ、ちょっと待って、やばいやばいやばい、そう今ガード壊れてた、そういえば盾が、まずいまずい。よし、とりあえず盾、ちょっと待って盾、いけいけいけ、ナイス。あー、それやばい、ちょっとそれやばい、それやばい、それえ、だから一発カンってなっただけで盾が壊れそうだとか言うんだよとか言うんだよ、やばくない、結構それってどんだけ強いのこの人、怖い話ですよ一体全体。あ、なんか一瞬ラッシュ出たのに、うわ、もう壊れたし、いけ、もうこれしか私狙えない、前回の学びはある、だが新しいまだ順応がちょっとうまくいってない、もうしょうがないよね、そっか、ボーボーボー、怖いから、でもこれもチャンスなんだよな、よしで乗る、よし、いけいけいけ、ナイス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 、いいよいいよ、であんま離れると弓打ってこられるから、よし、いけ、決めろ決めろ、いけいけ、よっしゃー、蝶の獣王の剣も壊れた、獣王の剣を獣王を倒すために使うなんて、わお、あ、ライネルだった、これはライネルの体験、うおー、やったありがとうございます、さすがに拾おう、これは、いや、めっちゃ武器で消費しちゃった、もう何を捨てたらいいかわかんないよ、これね、兵士の弓速射っていうのがあるんだけど、これ使ってみればよかったな、でもウィザルボーは多分今まで使ってたから、バイバイ、今日はそうそう湖のね冒険をしに来たんですよ、まあ別にそれだけってわけじゃないけど、写し絵写し絵写し絵まではたどり着きたいよ絶対に、そうじゃないと今日はもう終われないよ、いやー、ライネルって怖い、もうだってもうなんだ、もうなんか根こそぎ持ってかれてよ、いろいろ怖すぎるっていくらなんでも、でもそう考えたらさ、コロンシティとか全然いなかったからやっぱいいね、なんかこう探検してる場所が変わった感すごくあります、うわー、なんかな、え、気になるけどね、ここもね気にはなるけど、とりあえずちょっと湖の方に行こう、多分あの橋の先に行きたいはずだから、ここが湖の塔だよね、そうだよね、ハイリア島行きたいね、こことりあえず、だから橋の方を目指していけば、まあ何ら問題ないのでは、うわ、橋渡り、いや島行こう、橋を渡り、いや橋から行きたい気持ちも、まあ一回ここにいてまた橋に戻ればいい話だよ、塔にワープすればいいんだ、そうだそうだ、とりあえずハイリア島に行ってみよう、何があるんだろう、祠がある、やった、行ってみよう、いや、ナーガの祠、へー、行きましょう行きましょう、これはでも良かったな、ちゃんと島を経由していいことありました、よし、どんな祠、ん、祝
祝福かと思った。心からの訪れし者よ、我はやなあが女神ハイリアの名におき試練を与えよう。何試練ですか。天を破れ。何破る。ん、何これ、何、え、本当に何、あ、あ、爆弾がなんかちょうどハマりそうなサイズじゃない。あ、あ、ぽい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 、これでバーンってしたらこれで飛べるのかな。うわっ、あ、え、ちょ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 、え、あー、挟まれた、あー、なるほど。ごめん、リンク、そっと痛かったよね。だって、天を破る、あ、そうか、そういうことか。自分も一緒にいて、上に行って、へいってして、あれ、これ一発クリアしちゃうんじゃないのぐらいにちょっと思ってました、本当に。これ見とこう。え、ちかうちゃん、ちかうちゃん、え、マジで何、え、天を破る、ビタロックで瞬間にするとか、こうして違うよねそんなことできるわけないよねえ、マジでわかんない。え、でもやりたいことは合ってるのかな、思っちゃうけど。でもね、石が、あの上に上がれるところが一番上まで行かないんだよ。あの石に当たらないところぐらいまでなんだよね。なんだ？あ、あー、待って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 、わかった。力を強くするために、違うよ違うよ、あー、あ、ごめん、大丈夫あ、そこにあったのね、爆弾そこにあったのね、ここに入れるじゃん。で、ビタロックして、こうじゃないの、あ、待って待って、こうじゃないの、違う、違うか、あ、でもそうじゃない、え、違う、違うの。これでなんかもう爆発的な威力を出して上のあれが壊れるとかかと思ったら、もう絶対これはこうじゃん、もう絶対これはこうなの、これは絶対こうなの、ゴローシティで学んだ、これは絶対こう、この棒登れたりしないよね、身長計みたいなこのストッパーが上にもあるわけよ。本当に何？やばい、マジでわかんない。え、わかった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 、これを、ここに置くやん。こうやって。四角い、だ、あの、爆弾を。四角い爆弾はさ、動かないじゃん、基本。だから、バーンってしてすぐ、こうして、あ、違う？やばい、先にそっちが爆発した。バカ。もう本当に。すいません、もう一回やらせてください。やれます。自分やれます。こうして、まずこうする。で、で、すぐ、こう！うわ、できた！あー、気持ちいい！うわ、もう、マジか！なるほど。いや、もう本当に誇らんなさきって面白いね。うわー、ありがとうございます。本当に今日も。今日もありがとうございます。これで多分、あー、いけたわー、いけたわー。そういうことだったんだよ。そういうことだったね。そういうことだったんだよ。もうここ欲しいね。どうしよう。もう一回やろうかしら。だから、上がって、右に飛び出せばいいってことね。こうしといて、こう行けばいいってことか。よし！うわぁ。ありがとうございます。斬新の小刀。他にはないかな？どっかの上にありそうだけどね。まあでもないか。いやー、なるほどね。面白い。面白かったです。ありがとうございました。どうも。どうも。ありがとうございました。お世話になりました。試練を克服され、よくぞここまで。あなた様こそ、まごうことなき勇者。
ありがとうございます。てんてれれれん、プリン。やばい、証がたまるのもあっという間。ありがとうございました。お祈りいただきありがとうございます。頑張っていきます、今後とも。よし、もう島の上は何もないかな。一応見てみるか、見れる分だけ。なんかあるかもしれない。よしよし、あ、なるほどね、イカダで移動もできるよって。優しい。まあ一応軽く見とく。何もなさそう。でも祠以外は勝手な勘ですけど、とりあえず、あー、どうしたらいい。ちょっと待って。すごーい、竜語彙力。どうしたらいいんだ。すごい、ちょっと待って。これってどうしたらいいんですか。うわー、これ何なの本当に。だって屋根入れるわけじゃないじゃん、この距離。絶対遠いし。すごい、どうしたらいいの。オルドラ様ですか、あなたは。あ、でも待って、風吹いてる。上上がんない、上上がらない、上には上がらない。わ、すごい、めっちゃ雷走ってる。わ、ちょっとどっかからお近づきになれないんですかね。これって今ワープしても消えちゃう、この子。でもめっちゃ近いかも。無理、さすがに。遠いよね。いやでも意外と近い。待って、行かないで。これって今さあ、ここに無理ワープしても消えちゃうかな。すごーい。消えないで、お願いだから消えないで。いや待って、お願い。いやでも消えないで、お願い。もしも消えていたとしたら、もうそれは学びでしかない。いなくなってるかもしれない。いや、もうかもしれないじゃなくて、いなくなってます。うわ、マジか。もう一回さ、島に行ったら来るとかない。あれどうしたらよかったんだろう。もっと頑張ってこっちに移動すればよかったのかな。島のこのこっち側に。もう一回来ないかな。すっごい綺麗だった、本当に。ハイリアン大橋。うわーうわー、ちょっと本当に有識者の方すいません。私の軽率な行動により消えてしまいました。ワープしたらいなくなっちゃうんだね。学びました。ここが多分ハイリア湖だから、ハイリア湖の奥まで行かないと。なんかめっちゃいる、もしかして。あ、めっちゃいるね。わお、バイバイ。なんかすごい占領されてる。みんな落としちゃった。あ、なんかある。すごい。あ、ゾーラの槍、こんなとこにあるの。さすがにゾーラの槍は拾います。何かを。あ、これマイマイして、ここコンボバイバイして。こんなとこに、なんで。でもなんか、この噴水関係あったりする。なんかミバー様のなんかあれな、ゆかりがあるのかな。それは関係ないかな。よーし、ここはこんな感じでいいか。いやー、竜来ないかなとかも。来ないよね、そんな運よく。はあ、気を取り直していきましょう。湖ー、ここがハイリア湖か。そしてハイラル橋、ハイラル大橋は、なんかいいね、ゼルダって感じするわ。
っぱこういうイメージだもんな。あの作品に実際に触れる前はこういうイメージでした。本当ゾーラの槍より強い。あーでも小型の方が強い。でもリザルブーメラン2個はいらないよね。やばっ。マジ？ありがとうダルケル、私にはダルケル様がいるんだぞ。ちょっと弓矢も欲しいけど、まあまあ。どこのドイツだ撃ってきてるのは。ちょ、あ、ミア、ありがとうございます。よし、はい、 Thank you。 上に行ったらなんかもらえるかな、なんかもらえるかな。いや大事だよね、だってね、集めたいよね。しよう、何かありますか。敵はまだいるかも。あ、いるっぽいね。無理だった。一発だ。やったー、いただきます。弓がいいな。矢か。やった、氷の矢ゲッチュ。ナイス、ちょうど氷の矢使っちゃったからナイスでした。これはよし、矢もちょっとゲットできたし、ナイス。で、希望の丘っていうのが、あ、展望の丘だ、間違えました。展望の丘ね、ここの上か。向かってみましょう。ちょっと東みたいなの言ってたよね。東のハイリア湖の奥、とりあえずだから展望の丘までは行かないといけない。ここかな、展望の丘。どんな場所なんだろう、何があるんだろう。なんか鐘鳴らしたりするのかな。イメージだとそうだよね。あ、コログいる。あ、待って、あ、ここもう、そっか、来てるんだ自分。へえ、すごい。じゃあ一回ちょっと写真を見てみましょう。写し絵の場所、これだよね。ハイリア橋、ハイリア橋があそこにあるってことは、もっと待って、ハイリア橋どこだ。あれあれ、ハイリア橋じゃない、あれは、あ、もうちょっと、あ、でもこの辺じゃない、この辺あれだもんね、ハイリア橋近い。あ、あれじゃない、あった、あれだ、絶対あの木だよ。バッチリバッチリ、多分ここだよ。ここじゃない。やった、見つけました。思い出そう。どんなことが思い出せるんだろう。なんか二つの寄り添う像ってさね、なんかね、それだけでもちょっとジンとくるよね、想像するだけで。何なんだろう。なんだ。練習してる。いつまで経っても止みませんね。雨か。かっこいい、なんか。お父上の跡目を継ぐべく、うん、騎士の道を選び、錬磨を続け、うん、そしてあなたは大麻の剣に選ばれるほどの剣士に成長した。大麻の剣、それは素晴らしいことだと思います。うん、でも選ばれてるんだもん、この時点で。もしもあなたに剣の才能が全くなくて、
え、そんなことないよ。それでも周りの人たちから、うん、お前はこの絵の家に生まれたのだから、うん、絶対に騎士にならねばならないと言われたら、あ、そういうことか。テレザの、そう言われ続けたとしたら、自分の悩みをさ置き換えて話してるんだ。あなたはどうしていたと思いますか。あ、悩んでたんだね、ゼルダもね。わあ、そっか。なるほど。ちょっと結構自分でさ、もういっぱいいっぱいで辛かった気持ちを直接言うんじゃなくて、ちょっと遠回りにリンクのあれに例えてちょっと相談っていうか話してみたりしたんだ、きっと。そういうことだよね。何これ、アコログか。やったー、やったー、またねー。いやー、なるほどねー。なんか思い出がどんどん蘇ってくるね。蘇ってくるし、明らかになりますね、やっぱり背景が。本当にゼルダもリンクも頑張ってたんだね。早くゼルダ助けないとっていう気持ちになってきました。もう何ここは。あ、なんか遺跡的な場所か。なるほど。とりあえず今いる場所がこの辺か。まあ大まかにではあるけども、うろうろはしてきたよね、結構。だいぶ、この辺は見れたんじゃない？ここで多分、戦ったんだよ。やつと。あとはこのまま左側に、ちょっとまあ神獣の方に向かって、広げていく感じで、行こうかな。まあひとまずこの辺りにちょっとワープして、飛んでいこうかな。えい！トミンケ。やばいぜ。あ、寒いとこ？ちょっと待って。あ、そうなんだ。寒いんだ、ここ。防寒はあるっけ？あ、ある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 。あ、だいぶ、マシになった？ありがとう。誰に言った？とりあえず、これでいいか。これ耐えてる？あ、耐えてる耐えてる。よかった、ナイス。じゃあ、私たちが行くべきとこは、方向だけちょっと、まあ、こっちの方に進んでいけばいいよね。ここら辺にちょっと、ピンを。よーし。うわ、楽しみ。一気にでもなんか砂漠地帯みたいな。待って待って、ちょっと待って、この辺ってさ、でも本当に最初の方に来たんだよ。何にも、防寒とかなくて。ないくせに来て。ないくせにね。うわ、覚えてるわ。ちょっと雪山登ってみよう。わーい。防寒具があるからさ。もう無敵なんだよ、彼は。あ！あった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 。コログだ。よいしょ。よいしょ。ここから投げれる、投げたらちょうどいいかな。ちょっと投げすぎたね。はい。かわいい。あ、冬っぽい。やはー、ちょっとこう秋冬カラーで。かわいい。いいね、いいね。かわいい。Thank you。 とりあえず山は一番上まで登りたくなる癖があります。何かてっぺんにありそうだって思っちゃうから。あと見渡せるしね。何もなかったら笑ってください。なにこれ、誰かがびっくりマーク作ったんだね。ちょっとまっすぐ進みたいとこであるけども、この辺もちょっと探索したい気持ちはあるな。湿地帯ね。まあでも方向的に間違ってはないよね。うん、まあちょっと冒険できるとこは冒険しつつで行こうかな。楽しい。ここら辺はもう寒くないよね、多分。着替えちゃおう。
よし。やだやだやだ、なんで今日そんなにご縁があるんでしょうか。私嫌だ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 、ちょっとあのちょっと待って、あのやばい、あのいるよね、これこう狙いたいんだけど、いやなんかね、うわもしかしてこっちじゃないとダメ、これはあれだよね、もったいないね、木の矢じゃないとダメとかあるかな、前多分ゴロンシティでやった時は木の矢でやってたと思うんだよね。あーそうかも、本当にそうかも、まさかの、もうそうと分かればもう、あちょっとやばい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 、そうと分かればじゃない、ちょっとまずいよ、あなた起きないと、よし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 、オッケーオッケー、あ待って、なんかちょっともうタルキルに守ってもらいながら、ありがとう、これで待って足もやんないと、よし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 、オッケーオッケー、あと2本、オッケーオッケー、あと1本、 あと2本だ、あっでも壊れた、あなるほど、木の矢じゃないとダメなんだ、知らなかった、えでもすまま木の矢だったらとか言ってめっちゃダルキル様に頼っちゃったけど、いやいいね、新しい土地の冒険、あトンボ、あ消えちゃった、トンボに一応反応できるぐらいのあれはあるんだけど、あっとはなるんだけど忘れちゃうね、忘れちゃうっていうか捕まえられないね、ナイス、おおおお怖い、びっくりした、またいるかと思ったよガーディアンが、さすがにちょっと怖いね、よーし、古代のネジ。この上は？なんか、え、ちょっとなんかすごいいっぱい？怖い怖い怖い。やだー！ちょっと、怖い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 。まあ、いって。でっかいねー。やばい、もったいないかも、それは。よしよしよし、えい、オッケーオッケー、怖いよー、おーナイスナイス、なんかまた爆弾魔に戻りつつあるな、ええ、やだやだ、でもだだ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 待って、さっき学んだ木の矢があればいける、よし、でただご飯ご飯ご飯がご飯食べよう、これじゃあちょっとさすがにまずいから、よし倒すぞー、あれあれ足ないやつだ、ちょっと待って、よし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 、これは効かない？効かないそうですよね、すいません、なんかあーこの子か、はい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 、よしよし
オ。なんかガーディアンがいっぱいいて本当に怖い。いつ死んじゃうかわかんない。怖すぎる。え、これは大丈夫だ。はい、うわ、サファイア、オパールと琥珀だ。よし、もうちょっと進んでみるか。先にどこが、え、なにあれ、え、なにあれ、なんか見つけちゃったよ。行ってみる。Nami o, nami o, nami o, nami o, quick, 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 quick.